モニタラップは2005年に創立し、大韓民国のソウルに本社を置くアプリケーションのセキュリティ専門企業である。モニタラップは、Web アプリケーションファイアウォール、URL フィルタリング、SSL 可視化ソリューション等のアプリケーションのセキュリティを提供している。株式会社モニタラップは2005年、代表取締役社長リヒカリアツにより、ソウル支給ロークに設立された。 アプリケーションの意味である、アップと監視の意味である、モニターを合わせたものが今の会社名になった。モニタラップは高性能プロキシー処理技術とアプリケーションプロファイリング技術を保有し、韓国の様々な政府機関、金融機関、大企業、海外に3500件以上の販売実績を保持している。モニタラップは2016年8月日本東京都に 現地法人を設立した。モニタラップは韓国と日本以外にもタイ、マレーシア、インドネシア、ベトナムなどに販売パートナーを確保し、海外市場への進出を拡大している。Web アプリケーションファイアウォール、i イワフ i イワフは2006年に発売された Web サーバーと Web サービスをハッキングやサイバー攻撃から保護する製品である。 保護する攻撃の範囲としては、アワスプが選定した10代のウェブ脆弱性トボット、ウェブスエル、総当たり攻撃、ドス攻撃、ウェブサイト改ざん等である。URL フィルタリング、エイスワグエイスワグは、2013年に発売された、有害サイトへの接続を遮断し、ネットサーフィンに禁する外部感染から PC を保護し、重要なデータの流出を防止するウェブ、ゲートウェイ製品である。 主要機能としては URL カテゴリーによる接続先生後、接続先ウェブページへのマルウェア診断である。SSL 可視化ソリューションアシュバアシュバは2015年に発売された SSL 可視化ソリューションである。HTTPS や FTPS など SSL により暗号化されたネットワークトラフィックを複合化し他のセキュリティ装置に転送することで ネットワークの可視性を確保する。ソフトウェア型 Web アプリケーションファイアウォール IWAFVE2012 年にリリースされた IWAFVE は2012年に発売された IWAF の機能をそのまま仮想環境に実装した製品である。AWS や MS は z u o l などの様々な仮想環境へインストールし運用することが可能である。現在、AWS のマーケットプレイスに登録されている。 SAS 型セキュリティプラットフォーム IONCloudIONCloud は2016年に発売された SAS 型セキュリティサービスである。現在、クラウド型 WAF である WAF、クラウド型ウェブ改ざん検知サービスである WMD、クラウド型 URL フィルタリングサービスである SWG を提供している。 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018. ありがとうございます。